にちは。こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、なんかゆたかさんが今ちょっと気になることがあるというので、まあ気になるっていうかさ、はい、これ DeNA が優勝するっていう予想なのね。まあそうですよね、うん、で気になるっていうか、はい、まあ巨人は今の戦いぶりで全然いいと思うんだけど、はい、DeNA がじゃあ巨人に追いつくためにはどうしたらいいかっていうのがさ、ちょっと見えてこないっていうところが、はい、まあ例えばガンガン打つとかさ、うん、でもホームラン数を見たら、はい、ジャイアンツよりも低いし、うん、防御率も低いし、はい、そしたら勝っていけないんだよね。でいわゆるその勝っていき方がビジョンが見えないってことですか。そうそう。でチーム打率が巨人より全然いいんだよ。おお、はいはいはい。だけど勝てないという。まあ勝てないっていうか勝ってるんだけど、はい、こう上に立てないというかさ、うん、なんかそういうところがすごく気になるんだよね。前それ YouTube の生配信でも、うん、その DeNA が巨人とその、あ、その決定的な差があるっていうのを言ってましたね、うん、言ってたよね、はい、でその中でさ一番気になるのは、うん、数字で言えば、はい、盗塁数、ああ、はい、これがもう全然圧倒的に違うんだ。だから優勝チームをこう見ていった時に、はい、まあ、去年の西武なんか100以上走ってるし、はい、で巨人も80いくつ走ってるし、うん、でも大体 DeNA は半分しか走ってないんだよね、うんうん、で打率はいい、チャンスは多く作る、うん、だけど得点になってない、うん、ジャイアンツの方が得点力もある、うん、これどういうことかというとさ、はい、まあ盗塁もしっかり走塁なんだよね。走塁、走塁、まあ例えば誰が出てもまあ、例えば1点差でね、誰が出ても1点欲しい時には松田を出してきたりとかするじゃない、はい、ああいうスペシャリストが結構いるんだよ巨人は。そうですね、多いですよね。まあ例えば重信は今下を落ちてるけど、はい、重信を出したりだとかさ、はい、そういう戦い方っていうのができてこないとやっぱ巨人の上には絶対いけないなっていう。例えば DeNA の今ので言えば、例えば走塁だったりその盗塁させるのにパッと出すような選手っていうといないんだよ。それあれ作ってないんですか。確かにあの足が速い選手はいるよ、はい、足は速い選手はいるんだけど、うん、盗塁という部門に関しては、はい、すごくちょっと劣ってるかな巨人よりは。これは例えばコーチだったりラミレス監督とかそのチームのその伝わり方っていうのはどうなってばいいんですか、うん、いやだから多分その打つだけというかさ、はい、ホームランに頼ってるっていう部分もあるし、まあ、横浜スタジアムっていうのがホームランが出やすい球場じゃない、はい、だからそういう意味ではそれを待つっていう手段もあるんだけど、はい、でもここ1点欲しいって言った時に、うん、やっぱ走塁ってすごく大事な部門になってくるんだよね。そうですよね、うん、だから走塁部門をもっともっと鍛えていかないと、はい、巨人の上には立てないって思うんだよね。で今8月ですけど、うん、例えばここからその走塁部門だったりその盗塁で走る足っていう意味をこう絡ませていくには DeNA ってどういうふうにしていくんですか。いやだから、まあ、まあ2ヶ月経ったよね、はい、まあ、11月の上旬まであるじゃない、シーズンがね、はい、まあそうなってくるとまあ今8月だよね、はい、まだ間に合うね。今だったらってことですか。間に合う間に合う、うんうん、それはもうファームで徹底して、はい、そういうスペシャリストを作るとかそういうことをやったらまあ間に合う可能性はあるよね。で作って、まあ、一軍に上げて、うん、チャンスの時に、うん、まあ出すっていうことですよね。そうそう、だからファンの方が、はい、DeNA のファンの方が、まあ、例えばいや優勝じゃなくて2位でもいいんだよって言うんだったら別だよ、はい、このままの戦い方すればいいよ、うん、俺優勝してほしいし、はい、優勝を予想してるから。だから足りない部分としたらそういう走塁部門と犠打部門、犠打、あ、はい、犠打がね今日は8月の19日19です、はい、現在19しかないんだよ。少ないですね。少ないよな。少ない。でジャイアンツは坂本丸とかさ、はい、バンバンバントしてるじゃない、はい、やっぱ短期決戦ってそういうことかなと思うんだよね。短期でもう絶対勝たなきゃいけない試合を作るっていう風になってくると、はい、例えば宮崎にしたって、その外にしたってロペスにしたって佐野にしたってバントって俺必要になってくると思うんだよ、はい、本当に勝つんだったら、それは全部が全部打てりゃいいよ、打てりゃいいけど、そういうわけにいかないじゃない、やっぱり、うんうん、だから、そういうところからなんかちょっと DeNA もこのままじゃ追いつかないと思うんだよね。
しかもセリーグって今年3位までに入ればとかじゃなくて、うん、もう優勝しかないということは、あの巨人の上に行かなきゃいけな いけないことですもんね。で、和田見た、ロッテの。あ、そう、すごい。あれ、解説してたんだけどさ、はい、もう出たら初球盗塁、初球盗塁、初球盗塁だよ。積極的ですよね。いや、そうだね。やっぱスタートもいいし、うん、まあ足も速いっていうのは絶対的なものがあるんだけど、はい、スタートを教えられてるわ、多分。ああだからスタートの切り方なんてもうけれんみないし勇気あるし、うん、バンバン行く。それが全部点になる、うん、だってノーアウトランナー一塁で 走って送って次打つんだから、うん、で帰ってくるっていう。いやそれは点になるよね、はい、だからジャイアンツに追いついていくには、はい、そういう風なスペシャリストを作っていかないと、はいね、やっぱなかなか難しいっていうことだよね。そうですよね、うん、あとはやっぱり必要に応じて犠打を重ねていくということもしていかないと、うん、これはやっぱり戦い方とすればジャイアンツには追いつけない。いわゆるその細かいというか、うん、その野球ってことですよね。スモールベースモールもこう、いや取り入れていかないとね、うん、だから、まあ、例えばその梶谷が一番打ってる時は梶谷がチームで 半数走ってるんだよね、はい、今現在で5個、うん、でも神里が出てきて走れてるかっていうとそんなに走れてない、うん、やっぱ技術的な問題も確かにあるよね、はい、だからそこら辺はやっぱこう改善していかないと、うん、やっぱジャイアンツには追いついていかない。だから何かの一手を打っていかないとさ、そう真似するんじゃないけど、はい、でもホームランで勝てるかったら勝てないでしょ、本数。そうですよ。そうでしょ。で防御率って言ったら勝てないでしょ。勝てない、はい、で、なんで上回っていくんだって言ったらもうそこしかないんだよね。あと残されたものってことですね、うん、で率はジャイアンツよりも高いからさ、はい、チャンスは多く作ってるわけ、うん、そのチャンスを拡大していくためにはやっぱこう走るとか、はい、走塁だとか次の塁を狙うとか、うん、そういうふうなことをしていかないと、まあ西武があれだけの打線を誇り、はい、でも105円の盗塁数を誇ってるわけでしょ、はい、やっぱそういうふうになってきて初めてチームはバランスよく戦える。だからよく言うじゃん、柔軟性がない、柔軟性がないって、うん、はい、だからやっぱそこら辺に柔軟性が出てくれば今まだ間に合う、まだ間に合う、まだ間に合う。だからとにかくこの8月後半、うん、まあ、9月前半にかけて変わっていかないと逆に DeNA は厳しい。いや、このままこのままで終わっちゃうよね。それは嫌ですもんね、ファンの。これなぜかというとさ、圧倒的な違いっていうのはやっぱ菅野と今永の違いなんだよ、はい、これエースがしっかりしてるかしっかりしてないか、うん、だからその菅野はもう発症してる。あの、そうですね、現在でね、はい、現時点で発症してる、はい、で今永はちょっと離脱したみたいな、うん、まあ、そういうのがあるとやっぱ攻撃でカバーするしかないしね、はい、で攻撃力っていうのは俺はジャイアンツよりもあると思う、はい、ただやっぱこう足という部分で劣ってるというところがちょっと上を狙えていけないなっていう感じがしてちょっと寂しいんだよね。そうですね、うん、でもこっからちょっと DeNA 頑張ってほしいですね。まあ頑張るだろうけど頑張るだろうけどスペシャリストを本当に作った方がいいよね。走塁の足のスペシャリスト、だって他のチームって阪神でもさバンバン走るし、はい、苦しんでるのが中日だよね。あんまりやっぱ走れてないよね、大島選手ぐらい、ぐらいだよね。でヤクルトも調子がいい時はバンバン走ってた、はい、やっぱこう足で勢いをつけるっていうこともやっぱあるんだよね、うん、だからそういうことをもう少しちょっと意識をしてほしいなと思うよね。そうですね、まだだよまだまだ、え、締めようと思ってた、まだあるんですね。え、いや、何、あとはやっぱりね、うん、ラミレスがちょっとピッチャーを早く変えすぎる、うん、もうそれはずっと言われてますね、うん、ファンの間でもなぜって。これはね、うん、やっぱ後ろに幸せが来るよ。あ、やっぱりそうですよね、うん、で、ヤスアンキが調子悪いでしょ、はい、そうなってくるとやっぱ1イニングでも後ろをつなぎたいんだよね、うん、持っていきたいんだよね。でも通常通り変えてしまう、はい、そしたらパットンが腰の張りで降板するとか、うん、緊急登板で石田は良かったけど、はい、だけどこれがまたしわ寄せが来るよね、パットンがいないと。そうですよね。だからできるだけやっぱこう先発ピッチャーは引っ張るだけ引っ張った方がこの暑い夏とか、はい、後半にかけて戦おうとすれば、うん、絶対今引っ張っておくべきだ。そうですよね、うん、どういう意図
なんですかね、みんな疑問に思ってますか。だからまあ100球ということが一つの基準になってると思うけど、はい、だけどそのやり方ってさ、いかようにもできると思うよ、うん、まあ、今までのこう培ったものがさ、はい、あって100球、あ、もう交代かなっていう選手にそういうものが、感情が沸き起こってくれば、はい、もう使えないけどね、うんうん、100球以上は、はい、だけどもう1イニング頑張れとか、うん、そういうふうなことやったら頑張れるよ。そうですよね、うん、いや本当にちょっと小刻みに変えすぎだな。変えすぎだよね、はい、しかも早いんですよ。早いよね、うん、だからまあ一つのラミレスの中で、はい、監督の中でパターンは描いてるんだと思うけど、うん、そのパターンっていうのは今年はやっぱもう少し引っ張った方が、後ろが盤石じゃないだけにね、はい、あの引っ張った方が俺はいいなって思うね。だからそのチームの戦い方の柔軟性プラスその監督の柔軟性っていうのももう必要になってくるな、はい、DeNA には応援します、はい。